安倍総理大臣や麻生副総理の意向を忖度したと発言した塚田前国土交通副大臣が辞任したことを受け、安倍総理は記者団に対し、自らの襟を正して、国民の負託に応えなければならないと語りました。情勢においてては国民の信頼が何よりり重要であります前閣僚そして副大臣 政務官がこの機に改めて気を引き締め、そして自らの襟を正しい国民の負託に、全身全念を持って応えていかなければならないと。また安倍総理は、塚田氏が会場の雰囲気にのまれたと釈明したことに対して、雰囲気がどうであれ、政治家は真実を語らなければならないとして、改めて苦言を呈しました。